方向はこの辺りからですが。いませんね、大蜘蛛。それに、なんだか…いやー、よかったよかった。どうなることかと思ったけど、やっぱり楽勝だったわね。皆さん、嬉しそう。少し聞かせてもらってもよろしいでしょうか。おお、いいぜいいぜ、何でも聞いてくれ。ここで何があったのですか。暴れていた大蜘蛛はどこに。何がって見てなかったのかい。花の大将竹摘みの、そりゃ見事な大立ち回り。あんなに大きいハタゴスス初めて見たけど、最後は一刀両断でバッサリ。なるほど、ありがとうございます。失礼します。竹摘さん、斉藤さんが雨土一の剣豪と言っていた人、それほどの手だれであれば大蜘蛛を切ったこともうなずけます。どうしたの、アンサージュ。竹摘さん、誰かの記憶を壊していたのを見ました。なるほど、彼もまた玄人でしたか。確かに大蜘蛛が切られたはずなのに記憶のかけらが見当たらない。橋を切った時は雨のように散らばったのに。すべて破壊されてしまったのでしょうか。そんな。竹摘さんがやったのなら捨ておくわけには参りません。私たちで彼の行方を。地鳴り。あれ、何、何かが光って。消えちゃいました。今の光、どこかで。あの方向は放送電。確かめる必要がありそうですね。あれは。ない、ない、ない。なんで、なんで忘れちまってたんだ。俺の親友の形見がどこにもない。返してくれ、返してくれ。ああ、そうだ、俺の娘は戦争で。しくしょう、しくしょう。なんて、なんて思い出させた。あの光を見たせいで。くそ、くそ。ひどい騒ぎ、10人や20人じゃない。この人たち、もしかして。おそらく記憶を取り戻しています。
さっきの光に関係が。さっきの光似てたんです。私が記憶のかけらを使った時の光に、誰かが雨土の皆さんに記憶を取り戻させたんでしょうか。取り戻させた？なんでそんなこと。いえ、考えても仕方ありませんね。とにかく進んでみましょう。この奥に答えが。答え、ご存知なんですか皆さん。こんにちは。あら、はじめましての方もいらっしゃいますね。私、メイシアラフォージュって言います。メイシアさん。アンサージュさんお久しぶりです。お知り合いですか。はい、だけど。いいところで出会えてよかったです。多分あなたたちなんですよね。だけどこの人は違う。この世界の敵ってね。アサージュ。あら、遅かったですか。困りました。例の剣も持ってこられていたらよかったんですが。まあ、贅沢は言ってはいけませんね。またあのお方の気配を感じられる。それだけで十分な幸福です。見ていらっしゃいますか、ネルバ様。この世界でも私は立派にやり遂げてみせますから。あなたは。あのお方の気配を感じます。ネルバ様から分かたれた力の気配を、英雄の気配を。つまりこの世界は混乱、騒乱、動乱の果てに粛清されるが定め。ならばその瞬間まであのお方の望みのままに立派に踊ってみせましょう。舞台を彩る駒として。何者ですかあなたは。あれ、聞こえてませんでしたか。私はメイシアラフォージュです。頑張ってくださいね、世界の敵さんたち。私ちょっと強いですから。Thank you.
聞こえるかい、竹積。ああ。どうやら期待以上の効果が出ているようだ。君の時間稼ぎの策は。私が名前を挙げたうち二人が、たった一人に打ちのめされている。ほう、なんだなんだ、どんな化け物が紛れてやがった。それが驚くことにね、彼女ネイシアはネルバ様の名前を出している。あ、そりゃ偶然じゃねえよな。ネルバの姉さんの計らいってわけか。そうかもしれないね。いずれにせよ、時間は大きく稼げそうだ。君が完成するまでもうしばらくの間頑張ってもらうとしよう。か、どんな化け物か、殺人鬼か、記憶を取り戻しちまえば大騒ぎだ。だから言ったろう、記憶なんざ戻らねえ方がいい。全部忘れりゃどいつも幸せなんだ。辛かった過去も、悪い奴だった記憶も、全部まっさら忘れちまって、この雨土でやり直せばいい。もうすぐさ、もうすぐ全員まとめて幸せにしてやるからよ。さあどうします。ヤシオの竜千獅子模擬。水の魔法ですか。イズニアを思い出しますね。ですが、ここは戦いの場で、見せ物小屋ではありませんよ。防がれた。穏やかで優しい世界、それってつまり怠惰と懦弱。寝ぼけ眼ではいけませんよ。戦場に出たら死んじゃいますから。なんて鋭さ、辰人の私が押し負ける。あなた何者ですか。私は人間ですよ。それに本当は計画とかの方が得意なんです。だけど今回、計画や英雄は別に候補がいるようですから、仕方なく暴れているんです。ネルバ様の意図に沿うように。意味が分かりません。わからなくていいですよ。だからかかってきてくださいって言ってるんです。会話が通じないのなら押し通るほかありません。やる気になってくれましたか。いいですね。二人がかりで構いませんよ。アサージュ。どうして、透明だったのに。素晴らしい気配の隠し方、無業の皆さんみたいでした。
だけど空気が動きましたから、何かいることくらいわかりますよ。そんな化け物ですか。人間ですってば。さて、改めまして。いいんですよね、戦いの始まりということで。この世界の空気わかりますよ、経験がありますから。煙の匂い、人々の悲鳴、嘆きとツークが漂っている。戦争の気配、騒乱の空気。それなのに皆さん、少しばかり足りないのではないでしょうか。危機感が、死がそばにある実感が。それではいけません。英雄が生まれるには適した舞台があるのですよ。今の私に計画はない。だから力で叩き潰すだけです。皆さんにも何か事情があるんですよね。負けられない理由とか。それ早く出してもらわないと一瞬で終わっちゃいますよ。弱いんじゃないですか。だって覚悟が足りません。子供のように泣いているだけ。それじゃ届かない。それじゃ英雄は生まれない。それじゃ舞台は始まらない。残念です。ではズが高いの。おうおうおう、わらわに見栄を切っておいて散々じゃのう、水地で。どこの何様じゃこいつは。気をつけてください、スーロン。その人は。ああ、誰に言うておる。わらわがおれば。物足りないと思っていたらまだいたんですね、お仲間。最初から連れてくればいいのに。聞いとらんじゃと。少しは楽しめますか、これって。抜かせ小娘。わらわは竜神、スーロ。図が高いと言うておろう。伏してあがめんか。あなた、神様なんですか。大変ですね。ですが、神も人も管理者の前には等しく無価値。管理者、何を言うておる。
知る必要はありませんよ。ネルバ様は直接姿をお見せにはなりませんし。この程度の力ではそもそも私を超えられない。痛いですか？もう少し痛くしましょうか。このスーロン、落ち着いてください。この相手は危険です。足並みを揃えないと。皆さんの記憶、竹摘さんに聞かなきゃいけないんです。だから本意ではないが、この小娘はわらわに不敬を働いた。千景万死に値する。足を引っ張るなよ、水地、アンサージ。三人がかり、いいですね。それでようやく対等でしょうか。英雄のため、粛清のため、その力、見せてください。これほどの屈辱は初めてじゃ。名士やとか言ったの、我が逆鱗に触れた罪、その身であがなうがよい。人の思いも、すなわち流れ、これ以上よどませるのなら、私がこの手で正しましょう。悪しきこの泥、流します。記憶を取り戻したのですか。私、知りたいです。だから止めて見せます。